紹介に預かりましたキングと申します。私は2011年の半ば頃、ローンの日本社を構える企業に入社し、日本市場の開拓を任されました。ENP 業界という一般的には知名度の低い業界から、企業や社会の仕組みの透明化を促す中で、投資とビジネス、そして世界と日本の境目に立つことになりました。そこでの経験を経て、私はこの ENP 業界が持つ日本に対する可能性について考えさせられました。本日はこの場をお借りして、その経験についてお話しさせていただきたいと思います。そしてわずかなりとも本スピーチが皆様の今後の活動の一助となれば幸いです。 ENP とはエキスパートネットワークプロバイダーの略で、短時間でクライアントが必要としている情報や知識を持つ業界専門家を探して紹介するという、金融業界と他業界をつなぐお見合い会社のようなものです。世界経済が複雑、国際化する中では、最新かつ確実な情報が必要不可欠となりました。そこで15年ほど前に登場したのがこの ENP 業界です。経営コンサルティング会社、ヘッジファンド、買収ファンド、機関投資家などといったクライアントから依頼を受け、特定の経営陣、商品、企業、業界、国家などに最も詳しい業界専門家を探してコンサルテーションに応じるよう説得します。ここまでお話しすると、よく人材紹介会社だと誤解されがちですが、我々の紹介する専門家の役割は、1時間程度の電話会議や、4週間に及ぶ現地調査であり、彼らの転職が伴うことはごく稀です。利用目的は、市場調査からデューデリジェンスまで多岐にわたり、上場会社も非上場会社も調査の対象となります。 ENP 会社は戦争シナリオから独裁国家の金融政策、戦闘機やラブホテル市場の、市場の見通しまで、あらゆる依頼内容を扱っています。参加する業界専門家の中には、最前線で戦う若手社員もいれば、元中央銀行の総裁もいます。しかし皆様がご存じないのも無理ありません。業界最大手である GLG は、ウォール街の人間しか知らない最も価値ある企業の一つだとまで言われており、インサイド取引などといった不祥事で記事が出る以外、この業界は人目を避けて存在しています。それだけ大きな、有益性とリスクを秘めているのです。それでは、日本にとっての ENP の有益性についてお話しさせていただきたいと思います。第一の有益性は、日本市場への投資意欲を維持することができるということです。まるで江戸時代にでも存在するかのような日本企業や政府の対応に不満を抱き、この20年間の間に多くの欧米人投資家が日本から離れていきました。去年、世界最大級の買収ファンドの創業者の一人が、日本は投資環境として10点満点中2、3点だ。アジアでも有望市場として捉えてきたが、ある案件を通じて日本は閉鎖経済のままだと、投資家を集めた会合で話したといいます。そんな中で、このような外国人投資家の不信感は和らげ、日本の透明化を進めている要因の一つが、この ENP 業界です。第2の有益性は、ENP をうまく活用することによって、企業が経営判断を下す際、セカンドオピニオンなどを得ることができるということです。例えば、製薬大手の第一三共も ENP のこのような特性を生かしていれば、インド企業買収によって大きな損害を被ることもなかったかもしれません。第3の有益は、海外企業による買収などを通じ、経験豊富な経営陣はもちろん、事業の海外展開におけるノウハウや人脈も得ることができるということです。その一例として、日本のサービス業などをアジアに広めたい買収ファンドも少なくありません。このように海外の投資家が日本に提供できるものは、
資金力だけではありません。言い換えるならば、日本企業は海外の投資家を誘致することで彼らのノウハウや人脈などのプラスアルファも獲得できるのです。それでは ENP の使用は日本にとってどのようなリスクをもたらすのか、それについて少し検討してみましょう。考えられるリスクは2つあります。第一のリスクとしては、ENP 業界は技術や企業秘密の流出につながりかねないということです。ENP 業者はあくまで一企業であるため、その第一目的は国益ではなく、一企業としての利益です。その目的のためには国内の専門家の技術流出やより良い待遇を提示する企業への引き抜きの手引きをすることにもなりかねません。そして第二のリスクは自由競争によって生まれる弊害です。 ENP 採用によって国内市場の透明化が進めば、これまで保護政策などに守られてきた国内大手が自由競争に敗れる可能性も出てきます。また世界で戦おうというビジョンへの切り替えは、同時に海外競争力を持たない企業への投資価値の低減を意味し、それは成長のための痛みとして国内に蓄積することでしょう。これを避けるには TPP 参入と同様に、やはり優れた戦略を要します。ただし国内の競争疲れで疲弊しきっている電子メーカーなどには荷が重すぎるのかもしれません。ここまでの話を聞く限りで、ENP を使用することによって生じる有益性とリスクは五分五分のように感じるかもしれません。しかしながら、中国やインドなどの発展途上国が脚光を浴びる中、日の丸は着実に勢力を失いつつあります。現在日本では企業、政治どちらの面を取っても急速な世界のグローバル化に反し、緩やかにグローバル化を進めています。現在日本は世界でも最高峰のネット普及率に回線速度を誇り、大企業はグローバル展開を推し進め、政治家もグローバル化を旗印に掲げています。しかし現実的な政策を見ると、国内での消耗戦に尽力する企業の救済や曖昧な外交、グローバル人材の育成も進まず、国民の国際意識レベルも先進国の中では極めて低い状況にあります。このような低迷期にあるからこそ、ENP のような革新的ツールを十分に理解し、その使用を検討すべきではないでしょうか。ENP、それはモルハの剣であり、危険もはらんだ存在です。しかし、今の日本にはその剣すらありません。ご清聴ありがとうございました。